誰もが持っている嫉妬心、あのジェラシーですね、うん、でその中でも男の嫉妬ってね、僕ちょっと苦手なんですよ。いつもありがとうございます。オスボンバー徳島のバムギです。本日もどっかまとめやっていくんですけども、なんですか、まあ、嫉妬でね、膝と両手を床に、ついてクソって思う暇があれば、まあ、改善して行動した方がいいんじゃないって俺思うんですよね。ああどうでもいいかさあ、七夕ドッカーミッションの、うん、更新が、来ました。はい。で、まあちょっと何個かね、クリアさせていただいたんですけど、はい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 。まあまあそんなに難しい、ミッションではないです。ただ、ちょっとこれですね。うん。累計777,777以上のダメージを敵に与えましょうということで。で、敵の HP を超過するでいいのかな?がカウントされません。クリアしたステージのみカウントされますと。で、複数のステージをまたいでも構いませんって言ってんの、これ。漢字が読めない。クソ嫉妬やもう嫉妬やもう嫉妬、クソって思うんだったら漢字の勉強しなはれと。いうことで、ごめんね、漢字ごめんごめん。ごめんけど。まあ、とにかくね、777,777ダメージ以上、まあ、叩き出さいと、このミッションは言ってるんですよ。累計でいいよね。この累っていう字はね、分かってるんだよ。なんでかって、鬼滅の刃で累っていう凍ったでしょ、敵で。もうそんなんで覚えていくしかしゃあないわ、感じな。どうも37歳の、本年37歳のおっさんでございます。はい。みんな勉強しようね、学生。もう勉強ね、しなきゃ、こうなるから。もういい大人の見本やから、学生さん。学生見てっか分かんないけどね。じゃあ、まあ、やっていきましょう。はい。やっていきましょうね。うん。で、その777,777ダメージ以上叩いたらいいんでしょ?まあいいや。うん。もうここしかないよね。パンチマシンステージ。うん。で、相手周りの。うん。もうここしかないよ。うん、もう一発クリアしたいんであれば、もうここしかない。うん。というわけでね、こういったメンバーでいこうかなと思いますので、ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。もういい、この段階で最後までご視聴よろしくお願いいたしますっていうのもどうかと思いますけどね。うん。すいません。はい。まあ、アタッカーこれっすわ。孫悟空 GT ね。うん。もうこいつね、この7000、ごめん。まあ、とにかく777万ダメージ、ズドン、やっちゃっていきましょう。あ、どうも補正っすわ。補正補正。うん。で、超体のアタックディフェンス 50% 上げてくれる孫悟飯千円機。で、フェスゲンの魔人ブー純正。で、味方全員のアタックディフェンス 50%。で、フェスゲンターレス。味方のアタック 40%。で、通常お会社さん。で、トップ破壊神モードですね。これも味方全員のアタックディフェンス 40% で、味方のアタックを上げてくれる必殺技持ってるという感じで。で、リーダーはもちろんこれね。スーパーサイジゴッド SS ベジータと。耐属性が耐機弾を1つ習得前にアタック 35% アップということで。で、サポートアイテムこれですね。はい。もうダーブラークッキー、アナウンサー、プーアル対プーアル力ということで。うん。もうこれで一発クリアやから。行きましょう。あともう並びですけどね。うん。うん。なんか微妙やな。まあ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 アナウンサーだからですからね。うん。大丈夫大丈夫。で、何に何を変えるって、青を赤に変えるな。うん。じゃあ、青を置いとこっつう話やな。そういうことやろ。うん。青置いとけっつう話やな。そういうこっちゃろ。うん。できるだけディフェンス上げとけ。な、そうして。うん、そうせ、そうせ。そうせ。この、魔人ブー純粋とトップ破壊神モードがね、うん、ディフェンス上げてくれるから。うん。まあ、これはアタックアップだけだけどね、必殺技効果は。うん。まあ、次のターンでズドンやっていこう。うん。まあ、今日は短い動画かな。まあ、たまには短い動画のあっさりしてやろう。ね。じゃあね、どうしようね。まあ、なんでもいいや。まあ、とりあえずアナウンサー使う。アナウンサー使う。青を赤に変えます。赤をタイに変えます。あと、
地属性がダーブラクッキーで変わってくれたらいいんだけどね。あ、変わってく、ナイス。でこれでいこうね。うん、ね、あとはもう流しで大丈夫でしょ。よろしくどうぞ。バリ火力よすごいよな、うん、これいつまでもすごいな、この悟空 GT は。うん、回しなくてもカンストということで、まあ当たり前ですね。うん、これであれですね、先ほどのあのミッションがあのクリアということになります。はい、え、なるよね、累計ってそういうことよね。え、違うのかねちょっと最近ナウローディングはね。はい、ありがとうございます。そういうことですね。うん、でミッション達成できたでしょ。どうなんかね。そうですね、はいはい、まあこれでね、777,777ダメージを敵に与えようというミッション、あの一発クリアすることができますんで、皆さんもぜひね、やっちゃってちょうだいというところで、ちょっと短い動画でございましたけども、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。